少なくない？ラフルズホテルになります。絶対暑いよ。シンガポールは我が手にありくらいな感じですよ。すごい。すごいよこれは。今回はですね、この間スツミの、あのイベント行ったじゃないですか、あれで入りきらなかったシンガポールのあれこれをお届けしたいなと思っております。私最後に行ったのが 7,8 年前だと思うんですけど、全然また変わった、これ何に使うんだろうみたいな感じの謎建築がたくさんあるのがいいですね。で、なんでそういう不思議な建築が多いかっていうと、割とあの占いとか信じる国なんですよ。中途半端に穴が開いてるビルとかあるんですけど、うん、あれも一応あの風水、うん、風水にのっとって建てられてるビルが結構あるんだって。走り方変だ。走り方変でしたよ。そう、なんかマーライオン行きましょうよ。だってシンガポールだもの。シンガポールじゃマーライオンでしょ。私何回もシンガポール来たことあるけど、マーライオン見たことない。あ、意外と、意外とない。あら、まあ、いや、ほんと綺麗じゃない。あ、だから劇場みたいなってことですよね。そう、劇団四季みたいなやるんじゃない。そうですよね。ルブタン、こんな形違いました。やった。ルブタン。ルブタン。確かに。あ、ついてる。見て、シンガポール。結構さ、ちっちゃくなくない？でっかくない？マーライオンのことですか？そうそう。おー、これが噂の噂マーライオンですよ。こういう形のチョコレートありますよね。チョコレートだった。なんかお土産とかで、お土産とかで、あ、何だ、何だ、何だ、あーって何だ。ちっちゃいっていうか全然ちっちゃくなくない？まあまあでかいっすよね。自分の身長くらいの話かなと思ったら全然でかいよ。でかいっすね。でかい。あ、夜もどっか行ってみましょうよ。行こうよ、行こうよ。昼はちょっと、ね、いろいろあるけどね。夕方もいろいろ、うん、海パーティーありますけど、ありますけども、それ以外だったら ね、あとプールも入りたい。プールね、うん、ナシゴレンってシンガポールなんですか？アジアっぽいけど、そうなのかなって気もする。はい、はい、そうなの。タラオケパセラのナシゴレン美味しいんですよ。知らんし、知らんし。あの変なすごいフレンチトースト近くにあるでしょ。そう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 。あの辺は何すか、シンガポールを動かすビジネスマンたちが、いや、世界を動かすビジネスマンですよ。だってバンクオブアメリカもあるでしょ、 HSBC もあるし、金融なのかな、ここら辺ね、うん。そしてこちらがラフルズホテルになります。ラフルズホテルというのはですね、1887年にシンガポールで開業した老舗ホテルです。で、あとはシンガポールスリングってカクテルあるじゃない、はい、あれもここから生まれた、ここのバーから生まれたの。私が昔行った時はこの中にセレクトショップとか入ったような気がするんだけど、なんか昔の建築って感じしませんか？レオナルド・ディカプリオとかが出てきそう、はいはい、ここあれだね、この四角いそのぐるりになってて、それが全部お店を囲んでるみたいな。うん、私が行った時にセレクトショップあったんだけど、今まだあるのかな。パテック・フィリップとかちょっとラグジュアリー系なのかね。はい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 。もう開いてないんだ。まあ、見ても9時半ですからね、我々、うん、フレックスがあり、お風呂があり、本当だ。ラグジュアリーですね。そうですね。あ、頭がある。あ、我らが。こんなとこにあるんだね。今どこに来てるかと言いますと、結構お昼ご飯を食べに来てます。なんかショッピングモールみたいな感じですね。ホテルの近くでなんかそういうフードコート的なのがあるよって言われたんですが、この界隈でピンダイレンとか、いや、いいなカレー。でかくない？でかくない？でかくない？ほら、これはさすがにほらパフォーマンスサイズじゃないですか。そうなのかな、うん、でもそしたら虚偽報告になるじゃん。でかいよ、でかいよ。でかいじゃん。でもなんか食べ物あります。
カツ丼みたいな。ジャパン大きいじゃない。あ、ジャパンっぽいっぽいっぽい。カツ丼とか小籠包。小籠包行きます。チーズン、チーズン、わー、うまっしょー、小籠包、久々に食べる。スープが、スープが落ちないように気をつけてっと。熱々を飲みます。絶対熱いよ。よう行きました、それ。スープめっちゃ美味しいよ。やばい、あの、うまみのゴンゲみたいな味がする。おいしい。アケッピが好きな人、いいじゃん、エビの。いいじゃん、食べたかったんでしょ。あ、こういうのかいな。うん、めちゃくちゃ上手に作ってる気がする、これ。ほんと。はい、めっちゃうまいですよ。めっちゃうまい。はい、優しい味。優しい味。チャーハン上手すぎる。そうな。日本でもないぐらい美味しい。ふわふわ。確かに、あのスプーンの、スプーンの入れがいい。ちょっと海外だからそういうとこは日本に劣るかなとか思ってたんですけど、うん、ちょっとそう話半分で聞いてるとこあった。圧勝してます。いただきます。いきますよ。あーん、マジで上手じゃないですか。あの食感なりだ、ね、卵、そうそう、卵がふわーってしてて、なんか懐かしい、懐かしい、びっくりした。ですよね。うん、いきまーす。ソーセージいきまーす。おお、すごいっすね。上手じゃない？上手です。じゃあどっか行く？ディナー終わった後。なんか夜の街にね。ね。行きましょう。行きますか。はい、植物園来ましたよ。すごい、すごいな、すごいね、ライトアップ。なるほど。こういうことですか？言ってたのは。マリナベイサンズのエリアにあるみたいですね。あのホテルの近くっちゃ近くなんですか？近いね。有料エリアがどうやらちょっと終わってるという情報、うん、でもこれイオドマが1日過ごせるくらいの広さだよね。こんなに広いんだったらマリナベイサンズ。夜結構また違いますよ。ベイサン、ベイサン。もう11時ぐらいですからね。そうですよ、我々何をやっているの。6時に来て、うん、朝から何をやっているの。トゥミ編も見てほしいですよね。トゥミ編はトゥミ編合体して見てほしいですよね。見てほしい、我々があのこの2本の間に何をやったかっていうのを見てほしい。あ、すごい、なんか人工の柱とさ、植物の柱がさ、合体してて不思議な形になってる。え、これって本当の植物？すごくない？違うんじゃない？だって怖いんですよ、なんかこれ、なんかあの顔みたい、ドクロが。だって上に結局顔乗せちゃってますもん。あ、いや、気持ち悪い、気持ち悪いじゃないですか。あ、なんか植物を元にした。だからこれも顔乗っちゃってますもん。怖いって言ったらあれかな。え、まあでもそれは捉え方次第だし。そうだね、夜だし。これもね、まあ、まあ、ここ結構ショーケースです。すごい、うん、あ、取ってきたとこです。あ、違うか、あれ、こう来たから、あれがいっぱいあるんですか。この謎にシェイクシャクとかしよう。急に恵比寿やら中目の雰囲気がね。まあでもみんなシンガポール旅行来たら来るんでしょうしね。まあ一応ね、なんか参考に、うん、参考になれば、ね、夜こんな感じだから、あのカップルイチャイチャした方いいんじゃないですか。そういう発想がやっぱあれですよね。そういうこと、そういうこと言わないで。発想がそういうこと言わないで。これなんすか。持ち上げて、持ち上げてる。ね、ちょっと待って、こっち来よう。青の洞窟みたいな。あ、すげえ、門みたいになってるじゃん。なにこれ、すごい。あ、だすごいよ、これは。なーに、なーに、あっちもあるよ。マジか。動いてる、動いてるの。ちょっと動いてるの。それ風になびいてるだけでしょ。あ、ほんと、あ、そっか。
そっか、そうだね。こんだけすごいのに人いないのってありがたくないですか。ありがたい、ね、東京にあったらえらいことですよね。絶対みんな来るよ ね, ねこれ夜おすすめですね。おすすめだ ね, ねゆっくりできるよ。あ、うわ、でもさっきね、ビューってあれは、あれ昼だったら歩けるんですもんね。マリーナベイサンズをさ、眺めつつよ、うん、なんか入れんのかな、あのそれぞれのさ、球場のそのキノコのさ、舞茸の上部分みたいなところって入れんのかな、うん、でエレベーターあるじゃないですか。昼だったらね、多分ここズドーンって言って触って、それから見てね、動物がめっちゃ並んでるの。ちょっとお近いです。ゴリラ、ペンギンかな、なんかめっちゃ並んでます。ただね、一人で歩きたくないね。カバなんか一匹ぐらい動きそうじゃないですか。やだ、やめてよ、そんなこと言う。サイ、ジュラシックパークだったら動くんですよ。そうだよね、24時過ぎたら動いたらやだな。でも一個一個せない、こう連なってるのね。ちょっとずつこう先っぽと先っぽが連なって、あクンクンしてるわけですね。そう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 。 あとヘビとか、でかっ、でかっ、大蛇、大蛇、ウヘビ、ムシロ、ダチョウ、ダチョウ、アザラシ、こんな感じ。木の起源が私こう来た中の、はい、お、きれいきれいきれい。おー、ここさ、フォトスポットとしていいんじゃないですか。これは昼間みんなやるでしょうね。見るね、やるんですよ。わー、すごい、すごい、すごい。あ、なるほどですね、なるほどです、シンガポールは我が手にありくらいな感じですよ。とりあえずシンガポール観光してきましたね、まあ、マリーナベイサンズ中心だったんで、ちょっと他にもいろいろローカルなところとかあんまり聞けなかったんだけれども、すごいね、歩いて楽しかった。規模が日本とは違う感じ、うん、あと建築の部分では面白かったなと思いました、うん、あと初ロケが楽しかった。明智くんと海外初ロケ楽しかったです。はいはいはい、確かに、うん、初めてでした ね。はい、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。